はい、3D ロゴでプログラム学習第4回、先ほどやった、この60度をここに足してこうやって曲がってみるとこれプラス60度、60足す60でこれでなんかできそうってことは、今度は、120度でやってみましょう。はい、まずそしてライトターン120度、そしておいいね200、はい、そしてライトターン120、おい、そして FD200、おい、やった。そして元に戻って120、はい、元に戻って正三角形が描けましたけど、ちょっと待ってくださいね、四角形の時は90度だったよね、うん、で、六角形の時は60度、三角形だと120度、ってことはこれなんか共通点がないかな。ってことで、じゃあこれで同じように考えてやってみると、例えばさ、四角形で90度でしょ、4と90で、六角形で60、6で60、三角形だとでかくなって120、3で120ってことはさ、これって一周して360度になってるってことじゃないのって考えると、じゃあ例えば五角形だったらどうかっていうことをちょっとやってみましょう。はい、